陸軍部隊旅団は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。航空機動作戦手段励化にあり、旅団司令部を、バーデンビュルテンベルク州ブルッフザールに置き、励化部隊は、南部ドイツに点在している。2002年から2008年6月30日までは、陸軍部隊集団として編成されていた。本旅団は、航空機動作戦手段を支援する任務を負い、 それ以外にも必要に応じて、陸軍の他部隊や他軍種に対する指揮を呼び、戦闘支援も担当する。特に旅団は安定化作戦を主任務とし、防空、砲兵及び特殊武器防護を担当している。この能力を安定化戦力に分類されている、第10装甲師団と第13装甲的弾兵師団にも提供している。旅団戦力は、 即応能力の発揮及び弾力的運用を可能とするためモジュラー化され、ブルッフザールの航空機動作戦士団司令部の指揮下で安定化戦力部隊に対して能力を提供する。2002年3月6日に旅団の前進部隊である陸軍部隊集団が士団級コマンドとして編成された。 陸軍部隊集団は2007年12月10日に連邦軍変革事業により旅団級コマンドに格下げされ2008年7月1日に実態に合わせて陸軍部隊旅団に解消される現在の旅団は2002年3月6日に師団級コマンドの陸軍部隊集団として編成されるこれはドイツ連邦陸軍の現役将兵約17,900人と 予備役兵約1万8000人を統括する指揮検討局として機能していた。陸軍部隊集団は陸軍指揮司令部直属に置かれ師団級コマンドとして機能し多国籍軍団、部隊学校、戦力基盤軍、救護業務軍と同列に扱われた。集団司令部はコブレンツに置かれた。任務には陸軍の機械化師団を呼び多国籍軍団の状況を呼び 命令系統の支援があり、戦闘支援部隊と、後方支援部隊の教育及び事運用を担当する。さらに、陸軍部隊集団は、ヘールズインシュタントゼッツングスロギスティーク社所有の6個、地域修理センターの建設を主導した。全体で75個の機関、部隊が、陸軍部隊集団の下に置かれていた。このうち、現役大隊が21個、 現役将兵2万6千人と予備役兵3万人を従えていた。これらは全ドイツ連邦共和国内の33カ所に配置される。司令官には陸軍少将が当てられ、最後の司令官はエルンストハインリヒルッツ陸軍中将であった。陸軍部隊集団は2007年12月10日に旅団級コマンドに格下げされ、旧集団の再編成と、 第100特殊武器防護旅団の解体をもって旅団として収益する。これにより旅団の冷属系統は旧陸軍部隊集団のほぼすべてを踏襲する。旧第100旅団や未冷属の下級部隊は配点もしくは解体の処置が施された。第345砲兵共同連隊は2008年1月1日に第30総攻的弾兵旅団から編入する。 2008年7月1日、指揮改定上の実態に合わせて、陸軍部隊旅団に改称された。再編成の旅団級、コマンド時代は指揮官に、陸軍大佐、または、陸軍准将が当てられ、旅団改編後もそのままとなる。ありがとうございます。